皆さんこんにちは。今日は立野若林さんたち、はい、こちらで紹介したいと思います。お名前。はい、若林秀夫です。秀夫さん、はい、若林梨央です。こちらのグループは2人は何をしていますか？何のグループの名前は？はい、武士魂と申します。武士魂、サムライスピリッツ。サムライスピリッツ、すごいすごい。盾と申し上げましたけれども、言いましたけれども、盾はどんなものですか？簡単に簡単に言うと侍のパフォーマンスです。侍のでこの刀切れません。切れない、切れないけど、この切れたように見せるのは盾。あ、すごいですね。じゃあ11月29日生でYouTube でオンラインで日本文化祭を流されますけれども、このオンラインイベントにステージに上がります。何か見る方に何か一言、何かメッセージがありますか？日本の侍っていうものを、ちゃんとしたものをやっぱり伝えたいので、そこを見どころにしていただけたらなと思います。はい、本当に日本で生配信はするんですけれども、本当にもう近くで感じられるように、世界の皆さんにも見ていただけるように、楽しんでいただけるように頑張ります。すごい。じゃあ皆さん、スペシャルの侍パフォーマンスになりますので、ぜひ楽しんでみてくださいね。